若松忠一3月8日から1959年11月19日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。終戦時の陸軍次官本籍愛知県。陸軍公平中尉若松八谷の長男として福島県で生まれる。名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1914年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し不評第33連隊付となる。1926年12月、陸軍大学校を卒業した。不評第33連隊中隊長、参謀本部付勤務、参謀本部員などを経て、 1930年8月から1932年10月まで、ドイツに駐在した。1932年10月、不評第33連隊大隊長となり、参謀本部員、欧州出張、陸軍将軍務局会員、参謀本部付などを歴任し、1937年6月、オーストリア大使館兼ハンガリー公使館付部官となり、 1938年3月、ドイツによるオーストリア併合以降、ハンガリー公使館付部官を経て帰国。1939年8月、陸軍少将に進級し、ルス第三師団司令部付となる。1939年10月、第38歩兵団長に就任し日中戦争に出征。関東付近での諸作戦に参加した。 1940年2月、第22軍参謀長に転じた。同年11月、第22軍が廃止され、参謀本部付となる。太平洋戦争を参謀本部総務部長として迎え、1942年12月、陸軍中将に進級した。1942年12月、参謀本部第三部長となり、 翌年10月、第46師団長に就任。1944年11月、南方軍総参謀副長に転じた。1945年4月、本土決戦に備える、第2総軍参謀長に就任。同年7月から10月まで陸軍時間を務め、終戦を迎えた。同年11月、予備役に編入となった。 1948年7月、南方から捕虜を輸送した、蔡の虐待に関与した容疑で逮捕、B 級戦犯として裁判にかけられた後、懲役刑の判決を受けて服役。ありがとうございます。